ここからは京都ピー、今日はですね旭川のカヌー体験です。楽しそう、はい、ここ数年ですね旭川ではカヌーの体験会が行われたり駅伝なんかも開かれていたんですが、うん、まあ、この2年間ねコロナの影響で中止となっていたんです。でも今年はね久しぶりに開催されることになりましたので、駅伝のコースにもなっている場所を巡ってきました。どうぞ。あーやってますね。おはようございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。皆さんいつもここでカヌーの体験なんかされてるんですか？体験とそれから子供のスクールがあります、はい、ジュニアカヌークラブというそこの指導なんかをやってます。どんなところが楽しい？カヌーカヌーと景色が楽しい。ほんなら今日一緒にお兄ちゃんとおじちゃんか。おじちゃんやなはっきりうに言われたけど、そりゃそうです。僕ももう今年32になりました。旭川で毎年盛大に開かれていたカヌー駅伝、しかし去年と一昨年はコロナで中止になりました。今年は久々の開催なんです。コロナで2年潰れたんですけど、はい、やっと10回目が今年。もう3年ぶり？3年ぶりですね。じゃあもうやっとできるっていうような、わーっとやりたいなということで17日日曜日木蓋を下ります。体験会では駅伝とほぼ同じコースを回ることができます。中には知られざるビューポイントも。おすごい気合い入ってますね決めてますね。どうしたの？まだまだ強い。全然進んでないって引っ張られてたんですね。交代してますよ。流れが緩やかなので漕ぐのも簡単です。さあ水の旅へ出発。あすごい、下を通ります。どうですか、ね、これなかなか見ない景色で新鮮ですね、うん、これはわー気持ちよさそうですね。さあいよいよ最初のビューポイントに到着しました。そこはムーミンの家って言うんですよ。ムーミンの家相生橋のすぐそばのムーミンの家とはこちらです。あ、確かに形がフォルムがね、屋根があってムーミンの家みたい。はい、これ何かと言いますと水位計が入ってるんです。旭川の水位計が。水位計、そうなんです。およそ100年前から使われている水位観測所だったんです。素敵な建物ですよね。素敵ですね。これはいるでしょうね。これは多分スナフキンもいますよ。いるかな、いてほしい。トトロは入らないよな。そうですね、トトロっぽくはない。そんなん否定しないで少しメルヘンな世界を堪能した後、うん、とある生き物に遭遇しました。トトロ、ゴンタって名前つけてます。ゴンタ、カッパ、ドントンタ、カッパ、ゴンタしかいないんですここオサギは個人名なんですね。ここの縄張りの主です、あのゴンタ、はい、よくおるよ、あそこに。よくおるんや。そば行っても逃げないから。そしてこの時期の旭川といえばやっぱり桜ですよね、うん、ということで少しだけお花見に。うわあ、もうあの木なんか満開だな。街中にいながらこう季節感じられるのいいですね。わあ綺麗。この角度から眺めるっていうのもね新鮮ですね。なかなかないですよね。川からお花見。こんにちは。こんにちは。キョトンとしてる。わあ綺麗。あ犬かっこいいな。うん。のどかですね。色は綺麗。そうたくんもこの笑顔。あ、わー最高。やっと打ち解けましたね、うん、そうですねさあ桜に癒された後は次のビューポイントへ。この辺でちょっと止まってみてください。はい、右を見たらねここは江戸時代の景色になるんですよ。そしてお城が今工事中になってるけどあれが綺麗に見え出してる、うん、お城のね池田の殿様はこの景色の中で船遊びをしてました。で左を見たら、ね、今の現代の建物とか構造物がいっぱい見えてこの辺りから歴史の境界線っていうのを名前つけてるんですよ。ここはかっこいい、素敵な表現です ね、 ね、歴史の移り変わりを感じることができました。このカヌー体験、官民が一体となって行っている旭川川町づくりの社会実験の一つでもあります。目指すのは旭川を中心としたにぎわい作りなんです。ここを
カヌーのメッカにしたいのと、それと観光のですね、カヌーで口火を切ろうというか気持ちはありますね。あ、ちょっと街が盛り上がるきっかけになれば、世界の岡山城と世界の後楽園、そういうふうなふうに僕は考えてるんだけど、次の水の都はベネチアじゃなくて岡山だと。いいねいやでもね、水の都岡山素敵ですよね。いいですよね、うん、さあいよいよ最後のビューポイントへ。ここが合わせ鏡というほう、はい、あの撮影ポイントですよ。合わせ鏡可能ならではの、どう見えるかと言いますと、ほら橋の欄干が連なり、まるで合わせ鏡のような写真が撮れるんです。なんだな、おー綺麗、映えスポットですね。一人一人が自分で漕いでプラスでその景観とか楽しみをやれるので楽しいと思います。イエーイ。まあ、知らない写真スポットたくさんありましたし、なんかこれから暖かくなるからね、カヌーも気持ちよさそうですね。そうなんですよね、本当にね、川から見る景色もね、ものすごく新鮮でした、はい、駅伝はですね、4月の17日日曜日に開催されます。またカヌー体験は予約制となっております。ホームページから予約してください。京都ピのコーナーでした。